ということで3投目新しい場所に移動してきました。さあそれでは投入していきましょうか。また蓋面をつけて投下です。さあ行ってみましょう。さあ10日です。入りました。水深は900メーターです。となりました。こっちは180です。前あと何メーター？
前あと何メーターですか。どうですか、なんかついてますね。あれ白いの違いますか。これか。はい、GoPro にお願いします。これからだね。いや鬼ひげです。でかいですね。それ記録サイズの鬼ひげ。あ、こっちも。記録サイズかもしれない。前あと何メーターだった。なんかついてますね。あれ白いの違いますか。どれ。あ、これか。はい、GoPro にお願いします。今らだな。いや鬼ひげです。でかいですね。これ記録サイズの鬼。あ、こっちも。でかめの鬼ひげが。3頭目ですね、うん、鬼ひげが水深900メーターぐらいですね。で、もう目がやばいです。結構でかいですね、鬼ひげにしては。なかなかの両型2匹ですね、鬼ひげ。おめでとうございます。はい、
はい、どうぞ。ラスト。はい、どうぞ。巻き上げます。はい。でもそこはしっかり取れてたんで、魚がいれば食ってるはずではある。そこが取れないと釣れる気しないですね。そうだね。いいかな、もうラストはないっすか？ないっす。何にもないっす。1000メートルで当たりあったらやばいよ。どんだけでけえ。
もなくあがる。いいよ。納豆。でもこの多分時間的にはついてると思うんだよね。うん。ねひげ。バラですかね。まあ、なんか白いのがついてる。あ。でかいじゃん。綺麗な湯がよ。目飛び出てる。下はない。あ、つまり。というわけで最後は茨城で今日一番、ね。そうだね。出ました。1.5 キロぐらい。何メ、あと何メーターですか。はい。ラストの巻き上げやっております。三本針仕掛けですか。そう。うん、いいことだね。さあ、あと何メメーターですか。25。はい。さあ、まもなくラスト電動リール上がります。反応はどうですか。え？反応はどうですか。反応なさそうですか。いや、多分ついてる。赤いの。ああどうでしょう。いますね。めっちゃ生きてる。泳いでます。めっちゃでかくね。泳がしてる。結構いいサイズですね。何じゃん。
ツやな。よく見ないと分かんないですね、それ。あげましょう。出ました。結構いいサイズですね。はい、ということで戻ってきました。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はまあ 1000m を4回落としたんですけど、最初は風がきつかったですね。そうだね。なかなかね。鬼ひげ、茨ひげ、ホラーなもの仲間ですね、僕は。雑身体生物です。で、谷口さんが。何だったっけ、鬼ひげ2匹か。そうで、あとホラ、ホラーなごか、はい、イラコラなごか。はい。今日、茨ひげ出会うの避けたんですか。避けました。赤いのも一緒に避けたんですか。まあ、なんか良くなかったね。そうですね。なかなかちょっと、まあ、そこが3回目 ?2 回目かなんか、ちょっと取れなかったんで。うん、そこがやっぱり、超過に合わなかったですね。でも、多分もう1匹くらいに引き増えただけだけどね。こんだけ落として1匹しかついてないからね。そうですね。まあ、とりあえず今日は。はい。という感じで、また茨城やったのかと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。